このチャーター便ツアーは台湾との交流を強化しようと別府市政100周年記念事業の一環で実施されました。今朝大分空港で出発式が行われ、長野康弘市長が台湾は別府観光にとって重要な地域で交流を深めていきたいと挨拶しました。ツアーは今日から3泊4日で市の関係者や市民など147人が参加します。台北市周辺を巡るプランと南西部の台南市まで縦断する2つのコースが用意されています。楽しいんじゃないかなと思ってワクワクしておりますよ。もう二度とこういうことないんですからね、まあ、行ってね、別府の宣伝をしていきたいと思います。別府市には2019年に台湾からおよそ10万人の観光客が訪れていて、市はツアーを通してさらなる観光客誘致につなげたいとしています。